第2試合、両選手リングに入場です。最初に青コーナーより、タメダまして、赤コーナーより宮本浩平選手の入場です。第2試合、ミドル級6回戦を行います。青コーナー18戦3勝13敗に引き分け、159パウンド4分の1、ワールド日立所属、タメダ魔王。赤コーナー8戦6勝5 KO 勝ち1敗1引き分け、160パウンド新生所属、
2017年の西日本スーパーライト級新人王、2021年の全日本ミドル級新人王、日本スーパーウェルター級13位、宮本同じく川上淳、レフェリー今村智博。第2試合両選手の戦歴経歴を紹介いたします。赤コーナー宮本浩平、新生所属、1996年9月生まれ、26歳、京都市伏見区出身、デビュー2017年5月、戦績8戦6勝1敗、引き分け6勝のうち5つの KO 勝ちでございます。対します青コーナー為田真央、ワールド日立所属、1985年11月生まれ、36歳、東京都豊島区出身、デビュー2014年1月、戦績18戦3勝13敗、に引き分け。セゴダウト、ラウンド2。
巻いてるんですか。非常にフック非常に多いです。セブンアウト、ラウンド3Stop! Stop! Stop!
Second out, round four.30。
まとめる、ここでまとめる。聞いてるよ。セバダウラウンファイブ。ただいまラウンド青コーナー亀田真央選手右目にカットいたしました。このカットは宮本浩平選手のパンチのヒッティングによるカットでございます。でもいいから。
ラウンド6、ラストラウンド。第2試合6回戦採点の結果を発表いたします。ジャッジ村山正弘60対54、ジャッジ川上純59対55、ジャッジ池田新太60対54、以上3対0の判定により勝者は赤コーナー
亀田選手とは7月30日直接の夫妻戦となりましたが、今日はどういう気持ちでリングに上がりましたか？そうですね、もっとボクシングの幅というか技術面でも気持ちの面でも出していきたかったんですけど、亀田選手の気持ちの押された部分もあって、まあ、次が8月になるということで、もっともっとレベルアップしていかないといけないと思う試合です。今日の反省点とかありましたか？後半のラウンドに慣れてて気持ちの面も出せなかったなという部分もありますし、まあ、技術面にもなかなかトレーニングしたことも出せなかったかなと思ってます。それでは次は8回戦ということで、次の目標をお願いいたします。次はまず安定でも勝利するということで、まあ、タイトルに向けてチャンスが来たら挑戦できるように、まずは1試合1試合絶対に負けないようにトレーニングを積みたいと思います。それでは最後に会場の皆様に熱いメッセージお願いいたします。いつも松江市が会場の皆さんを見ていただきありがとうございます。皆さんの応援が自分の力になっています。次の試合も会場で応援していただけたら嬉しいです。今後とも応援よろしくお願いします。今日の判定勝利を収めました宮本浩平選手でございました。